今日もいい天気だな。今日はちょっと遠くまで散歩しよう。いた。あ、霊夢。って。なんでそんな武器を持ってるの？あんたを倒して100万円をいただくわ。え、倒す、100万円。ちょっと待った、こいつを倒すのは私だぜ。マリサ。うわぁ、人がたくさん。く、私が一番最初に見つけたのに。さあ、ウプ主、おとなしく倒されろ。いやだ。夢。とんでもなく恐ろしい夢を見てしまった。ということで今回はリネージュ M を実況していきたいと思います。このゲーム、今たくさんの人が遊んでいて盛り上がっているわよねー。へえ、このゲームはどんなゲームなんだ？ファンタジー世界、アデン大陸を舞台にした壮大な冒険で、個性豊かな食用土地の名役が織りなす、唯一無二の世界観。クランの仲間と連携し、ボスを攻略、そして世界を巻き込む闘争になっていくんだ。おお、壮大だな。それじゃあ実際にゲーム画面に移動してみよう。霊夢が言っていたようにすごい盛り上がってんな。そうでしょ。見ての通りこのリネージュ M は、オープンワールドのファンタジー世界で、リアルタイムでの闘争や狩りをスマートフォンで楽しめるオンラインゲームだよ。スマホで本格的なオンラインゲームを楽しめるのっていいよな。オンラインゲームは他のプレイヤーと交渉したり協力するのが楽しいのよね。もちろん仲間のためにクラン運営を行ってもいいし、傭兵になって孤高に過ごしたり、一騎当選となり大勢を救う英雄となってもいい。私だったら英雄になりたいわ。私は仲間のために貢献したいぜ。私も貢献したいけどコミュ力がないからな。コミュ力がないからこそここでたくさんの仲間と出会ってコミュ力をつけたらいいのよ。なるほど、それはいい考えだね。なあ、このゲームの職業は何があるんだ？君主、騎士、魔術師、エルフ、ダークエルフの中から選択できるよ。ちなみに私は騎士を選択したんだ。おお、かっこいいな。あら、ありがとう。誰もお前のことは褒めてねえぞ。リネージュって大きなタイトルでいろいろなシリーズが出ているけど、そもそもリネージュ未経験者でもこのゲームを楽しめるのかしら。確かに、それは少し不安だぜ。大丈夫、私もリネージュシリーズで遊んだことがなかったんだけど、すぐにゲームに慣れて気づいたら長時間遊んでたから。だったら安心して未経験者も遊べるわね。そんなリネージュ M ですが、今回は超びっくりな企画に参加します。え、超びっくりな企画。一体どんな企画なのよ。その名も、指名手配 PK。PK だと。PK って言ったらプレイヤー切るよ。しかもただの PK じゃなくて指名手配ってどういうことなんだ。指名手配されているプレイヤーを PK することが目的だよ。あんた、一体何をやらかしたのよ。違う、私は指名手配プレイヤーじゃない。じゃあ一体誰が？ゲーム実況で有名なギコちゃんさんだよ。ギコちゃんさん、何をやらかしたのかしら。いや、そういう企画なんだろ。それじゃあ決戦の場所に移動しよう。ギコちゃんさんがもういるわよ。ギコちゃんさんを探して討伐する予定がもう遭遇しちゃったよ。強さ的にはどれくらいなんだろうか。今回は私の他にも上記のクリエイターさんが一緒に討伐に挑戦するよ。ウプ主含め、合計7人のクリエイターさん対ギコちゃんさん。7人相手で強くないわけがない。自分以外のレベルが見えないから怖いな。もしかしたらギコちゃんさんのレベルが100とかあったりして絶望的だな。まあみんないるから大丈夫だよね。ねえ、この討伐戦には何かルールはあるの？あるよ。討伐にチャレンジするクリエイターの持ち物は体力回復剤20個、1回でも倒されたら終了。勝敗はギコちゃんさんを3回 PK すれば私たちの勝利で、私たち全員が倒されたらギコちゃんさんの勝利になるよ。なるほど。1回でも倒されたらおしまいって、緊張するわね。だから慎重に行動しようと思っているよ。ギコちゃんさんを3回 PK したら勝利ってことは、ギコちゃんさんは2回も復活できるってことか。これは本当にみんなで協力しないと勝てなさそうだわ。どうやら参加される皆さんが揃ったみたいです。いつスタートするか。なんか緊張して震えてきたわ。落ち着けー。おっと、ここで追加ルールで、変身カードを使用できるようになりました。変身カード。リネージュ M では、なんとゲーム内モンスターに変身することができちゃうんだ。え、まさかのゲーム内モンスターに変身。変身することで30分間、自身の攻撃速度や移動速度、ステータスが上昇するようなメリットが受けられるよ。それはいいわね。変身したモンスターによって見た目やアクションが変わるから、自分の好みの変身カードを選ぶのも楽しいよ。それもゲームを楽しむ要素の一つってことだな。いろいろな変身カードを集めたくなるわね。どうやら皆さんの準備が整ったみたいなので、スタートの合図が出るのをじーっと待ちましょう。平常心。スタートしたー。まずは様子を伺おう。他の皆さんがどう出るかだな。私は空気、ここにいます。みんな下手に手を出さないな。どの程度の強さかわからない相手だもの。
あ、コミチンさんが攻撃されてる。あれはギコちゃんさんじゃないプレイヤーだな。他のプレイヤーもここにいるから、意図しないプレイヤー同士の戦いに発展することもあるのね。本当に慎重にギコちゃんさんを狙わないとね。ああ、コミチンさんがやられちまった。ちょ、これはノーカウントよね。お、めぐみさんがギコちゃんさんに攻撃している。手応えはどんな感じなのかしら。すごい、白熱しているよ。やばい、ギコちゃんさんが暴れ回ってる。距離を取りつつここだって瞬間を見極めないとね。よし行け、ウプ主。おらあ。攻撃こそ最大の防御よ。ちょっとストップ、他のプレイヤーさんも巻き込んじゃう恐れがある。そうだな、人が密集しているとこでの攻撃は避けよう。下でバシバシ攻撃している。いけいけー。みんな結構攻撃しているけど、どれくらいダメージを与えられているんだろうか。かなりダメージを与えていると思うんだけどねー。まだ一度もニコちゃんさんは PK されてないからね。底なしの HP って怖えー。私も続いて攻撃だ。後ろを取るなんてこの卑怯者。いけ、そのまま攻撃だ。とにかく攻撃しまくればいつかは倒せるわよ。まだまだー。他のクリエイターさんもどんどん攻撃してくれてていい感じに連携できてるな。これぞオンラインゲームの醍醐味ね。引き続き攻めていくぞ。そうだ、その調子で攻撃攻撃。あ、グニスケさんが倒されちゃった。くぅ、本当に強いわ。そろそろ一気減らしたい。今度はフーハヤさんと切り合ってるぜ。頑張ってー。うわぁ、倒されちまった。あれだけ激しい切り合いがあってもまだ余裕っぽい。ウプ主、ここでとにかく攻撃して後のクリエイターさんに繋げるのよ。うおー。攻撃も大事だが回復もしっかりな。押して押して押しまくれー。なんかすげえ光景だな。とにかく攻撃とにかく切る。なんかうろちょろしているトミックさんがシュールで面白いわ。あの変身カードはずるいな。そろそろ限界が。ちょっと、もう回復剤がないじゃない。しかもめっちゃ追われてる。ちょっと見逃してくれませんかね。ウプ主、諦めなさい。いやー。やばいな、完全に狙われてるぜ。皆さん、私が引きつけている間に攻撃を。あんた、歩き回ってるから他のクリエイターさんが攻撃したくても攻撃が届かないわよ。じゃあ止まるのでお願いします。いいぞ、後に続けるんだ。じゃあ。結果、皆さんギコちゃんさんにやられてしまいました。予想以上にギコちゃんさんがめっちゃ強かったわね。もっとレベル上げ頑張ればよかったな。結局どれくらい削れたのか気になるぜ。負けちゃったけど、みんなで協力して討伐することがすごい楽しかったわ。そうだな、この楽しさはリネージュ M じゃないと味わえないぜ。ということで今回はリネージュ M を実況してきました。初心者の方でもとっても簡単に遊べるし、世界観が壮大で引き込まれるから、ぜひこの機会にまだダウンロードしていない方に遊んでもらいたいわ。こちらのアプリのダウンロードリンクはこの動画の概要欄にあるので、ぜひそちらからダウンロードしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。みんなも早速ダウンロードして遊んでみてくれよな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。